ム山から瀬戸大橋と宇多津デルタ線を俯瞰しています。宇多津駅を発車した高知発岡山行きの上り特急南風10号です。ゴールデンウィークの多客機対応で5両編成にて運転しています。列車は本州方面へと続く本州備山線の上り線を進みます。本州備山線の下り線に見えてきたのは岡山発松山行きの下り特急潮風9号です。アンパンマン列車での運転です。予算線の下り線に見えてきたのは高松発多度津行きの下り特急石槌9号です。多客機特有の運転方法で特急潮風はフル編成で岡山から松山まで運転し、特急石槌は高松から多度津までの限定区間で運転されます。通常期に宇多津駅で行われている5両編成で岡山から来た特急潮風と2両または3両編成で高松から来る特急石槌が連結する作業は行われません。青野山の西側が見える場所へと移動しました。予算線に見えてきたのは先ほど宇多津駅に停車後に先発で発車した下り特急石槌9号です。丸亀駅に停車します。丸亀駅を発車しました。上り普通列車と離合します。讃岐塩屋駅を通過します。
いて予算線に見えてきたのは、先ほど宇多津駅に停車後に後発で発車した下り特急潮風9号です。先ほど下り特急石槌9号が丸亀駅を発車直後に離合した上り普通列車とここで離合します。丸亀駅に停車します。丸亀駅を発車しました。予算線の上り線を向かってくるのは、多度津駅から宇多津駅へと回送される列車です。宇多津駅から高松行きの特急石槌14号として運転されます。下り特急潮風9号が讃岐塩谷駅を通過します。まもなく多度津駅に到着します。続いて上り線に見えてきたのは、松山発岡山行きの上り特急潮風14号です。
さぬき塩谷駅を通過します。丸亀駅に停車します。丸亀駅を発車しました。この特急潮風8両編成のうち、進行方向先頭側の6号車から8号車で構成される S4 編成が2023年12月に全面リニューアル車として運転を開始した車両です。現状のリニューアル車はこの S4 編成だけですが、今後他の編成も順次リニューアルされていく計画があります。まもなく宇多津駅に到着します。青の山の北側が見える場所へと移動しました。先ほど宇多津駅に停車後に発車した上り特急潮風14号が本州方面へと続く本州備山線の上り線を進みます。少し前に回送列車として宇多津駅へと先着していた特急石槌14号はこの特急潮風14号が発車する1分前に発車して高松駅へと向かっています。多客機の上り特急潮風はフル編成の8両が岡山へと向かいます。したがって宇多津駅で普段行われる高松行き特急石槌との切り離し作業はありません。
列車は瀬戸大橋へとつながる湾の須高架橋に合流していきます。2層構造の上部は瀬戸中央自動車道です。ここで岡山発高知行き下り特急南風9号と離合しました。先ほど離合した下り特急南風9号はというと、まもなく宇多津駅に到着します。ゴールデンウィークの破客機対応で5両編成にて運転しています。